どうも三んでのつけですざいますいやのい日がていていすが今日もお聞きくだていましとてあうがというございます今日うね、えー、何をかろなうとかなっと思ったんでのがあのー、世の中分はですね大きく分けると分からないと分からないうとイライラしちゃう人っていうのと人っていうのと えー、わからなくても楽しめちゃう人っていうのがいると思うんですよね。で、わからないとイライラしちゃう人っていうのは、そうですね、わかりやすいことに重きを置いているので、自分がわからないことに出っくわすとですね、まあ、シャッターを下ろすっていう傾向がありますよね。まあ、もちろんですね、まあ、伝えての方でわかりやすいことを言ってんのに、あの、それがわざわざっていうか、 分かりにくくなっちゃう人ってのはいるんですけど、この場合はこれはちょっと省いておきましてね。受け手側の問題として、自分が分からないことに対してですね、シャッターを下ろしちゃう人。まあ、たくさんいると思うんですよ。いや別になんのかんのって言うわけじゃないんですが、すごくチャンスを逃しちゃうっていうかね。だって分かることしか聞き耳を立てないってことになりますからね。私はどっちかっていうと、 まあ、わからないことを楽しみたいっていうたちなんですよ。ええー、わからない方面白いですな。うん。だってわかんないんですから。わか,かろうとするっていう自分の興味もあるし、うん、なんか、うん、よくわかんねえな。うーんってうなっているのが、まあ、喜びだったりもするんですよね。で、落語に関して言えばですね、まあ、古典落語っていうのは昔からあるもんなんで、 本当はわかりにくくないんですよね。いろんな人の手を経ているし、いろんな時代を経ているので、あの、わかりやすいはずなんですが、どうしても、まあ、わかりにくいものもありますね。ええー、でもやっぱり首突っ込んで、えー、興味を持っていくとわかった時の喜びっていうこともありますしね。で、あの、新作落語っていうのは新しいもので、で、もちろん、まあ、初めて聞くっていう体験も、 多いと思うんですよ、えー、それなのになんとなくですねもう聞いた人に分かりやすくやろうという分かりやすい落語をまあ考えようっていうそういうことになるんですよね。まあだからとても耳障りがいいといえばいいし、うん、面白いんですけど、まあ、古典落語の場合はですねあのもう何度も何度も聞いているのに分かりにくい っていうそういうううそ状況が生まれるわけですでこれがまあでもまあ最近は古典落語なかなかお分かりいただけないから分かりやすくやらなきゃっていうそういう気持ちももちろんあります。えー、でも分かりやすくしちゃうとそのなんか面白い部分がそがれてしまうっていうそういうこともありますな。ですからできれば分からないを楽しむっていう方に向けて まあ、わからない話を申し上げていきたいなっていう。で、一緒にわかった時の喜びを分かち合おうっていう、そういう気持ちがあるんでございます。で、これはあの、コロナっていう一つの、まあ今の世の中にも言えることで、まあコロナの、コロナのことは誰もわからないんですよね。だからわからないから、うんイライラしちゃうっていう人結構多いと思うんですよ。だけどこのわからなさは、 結構楽しみだと思うんですよね。すごく面白い。えー、日に日に、まあいろんな方が努力してくださってるおかげでな、ちょっとずつ分かりかけてんじゃないですか、この一年半。で、まだまだ分からないこともいっぱいあるじゃないですか。で、これも面白いですな。えー、あとはね、そう、もうオリンピック終わっちゃったんですけど、今日私、あの、空手を、まあストリーミングで見てたんですよ。 それも、組手じゃなくて、型の方ですな、ね。ん、型ああ。なんだかわかんないですよ。目の前で。イエーとか言いながら、なんか、バン、バンって、おすごい音立てながらね、速い動き、そして緩急自在なんですけど、いろんな型を見せて、それを競うわけでしょで、何も知らないで見始めたんですけど、えー、決勝とか3位決定戦とか、そういうもう、ほぼ、もう世界レベルの、 まあ試合ですよね。えー、2人1組でやるるるんだっててこととが見ているとわかるで2人1組で1人ずつやってそして、えーまあ、どっちか勝った方が、まあ、点数はつくんですけど点数の高い方がまあ勝ちっていうそういうことなんですよね。一人一人の点を順番に並べて1位2位って決めるんじゃなくて2人一組の勝敗を決めるっていうやり方。 それからその何て言うんですかね試合のシーケンスっていうかねまあ日本由来のものですからまあ例に始まり例に終わるっていうんでしょうかいろんな場面でえーまあコートっていうんですか試合場に入ってくる時その他もうやたら一つの演技が終わるまでにお辞儀があります。それから審判もあるんですよね。 なんか二人の選手が揃った後に審判がうやうやしく6人だか8人だか入ってきて、で、お辞儀をするんですけど、これもなんか型があるみたい。えー、審判にまで型があるってのが面白いですな。で、まあ、あ見てたんですけど、わ、うん、からないですよ。わからないのになんか感動するんですな。うん、あのー、二人の演技が終わって、 で、二人がもう一度、まあ、コートに揃って、で、審判がそこへスーッと二人の真ん中へ割って入って、で、手をさっと上げて、どっちが勝ちかっていうのを決めるわけですよ。えー、この一連のシーケンス、それから、まあ、勝敗が決まった後に、お互いをたたえて、えー、握手したり、ハグしたり、うん、これもまた素晴らしく感動を呼びますなぁ。 なんだろう全然わかんないけど面白いというまあわからなさを楽しむっていうことが私の癖かもしれませんな皆さんはどうでしょう、えー、まあとかく年を取るとだんだんねものがわかったようなふりになってきますからわからないことを避けて通らないとどうもねものを知らない人間だって思われちゃうっていうそういう危険もあるでしょだけど い,いくつになっても、いや、わかんねえなって、全くわからない話を、あの、一生懸命聞くっていう、それから、まあ、見るっていう、そういうことって、なんかいいなって、今日思ったんで、思わずこのわからなさを皆さんに、どのぐらい伝わったか、いや、わかんねえよ、お前の話や、って言われたら、それまでなんですけどね。えー、でも、ちょっとおしゃべりしてみましたよ。ね。 えー、やっぱりね、まだわかんないことばっかりです、世の中。だからそこに首を突っ込んでいく。今日はね、実は私これからワクチンの1回目の接種です。ファイバーが、ファイバーじゃねえや、ファイザーがいいのモデルナがいいのわからないですよ、そんなこと。ね。だけど、今日は自衛隊の皆さんのところへ行って、ブシュッとやってこようと思います。その話をまた 何か話すことがあればお届けしますんで、お楽しみに。それではまた。